メモリースティックオーディオ対応ウォークマン NWMS10 メモリースティックオーディオはメモリースティックに著作権保護を施して音楽コンテンツを記録再生する企画であるソニーの主導によって普及が進められている略称は MS オーディオ正式名称はメモリースティックオーディオファイルフォーマットメモリースティックオーディオはメモリースティックのアプリケーションフォーマットの一つである 作成当時音楽の違法コピーが問題となっていたため著作権保護企画作成団体ストミー企画に準拠したセキュアな企画として提唱された当初は特に定まった名称はなくマジックゲート方式あるいはアトラック方式と便宜的に呼ばれることもあったプレイステーションポータブルが発売された頃からメモリースティックオーディオメモリースティックプロオーディオフォーマットなどと 表記されるようになり、現在はメモリースティックオーディオファイルフォーマットが正式名称となっている。著作権保護技術、マジックゲートと呼ばれる暗号化技術を用いてアトラックファイルを記録するもので、パソコン上ではオープンマグに対応した管理、転送ソフトを用いる。かつて存在したマジックゲート非搭載タイプのメモリースティックは使用できない。 従来型メモリースティックとメモリースティックプロとでは、ファイル配置やフォルダ構造が異なるが、プロに対応した機器であれば、従来型のものも再生できる。オーディオコーデックが単一であったこともあり、後に登場した SD オーディオに比べて、メーカーを問わず再生できる高い互換性が一つの強みであったが、後にメモリースティックプロの登場やアトラック3プラスの追加などでその強みは、 薄れている。なお、メモリースティックオーディオの使用から発展した企画として、アトラックオーディオデバイスがある。近年のポータブルプレイヤーでは、内蔵型フラッシュメモリーを利用するケースが、主流のため、メモリースティックオーディオではなくアトラック AD が、利用されることが多くなっている。最初の対応機種として、メモリースティックウォークマン n w m s が年に、 発売された。その後、ウォークマンを中心に展開される一方で、2000年には C404SD バー及び SO500 に無で、携帯電話に初めて搭載。以後、携帯電話や、プレイステーションポータブルを中心に展開されている。特に AU 向け端末では、ウォークマンブランドの携帯電話も発売された。ただ、近年の日本向け携帯電話は、 SD メモリーカードへの統一が図られており、SO903i と W53S を最後に、メモリースティックは採用されていない。WX310K と SO905i では、アトラックに対応しているものの、記録メディアにメモリースティックではなく SD、メモリーカードを使用するため、アトラック AD が採用されている。なお、2007年末より提供が開始された、 KDDI の新端末プラットフォームである KCP においてはメモリースティックオーディオと同一のフォーマットを利用するそのクステージ4リスモによる楽曲管理を全機種標準に搭載しているため記録メディアこそ SD メモリーカードとなるがメモリースティックオーディオの楽曲を流用することが可能である携帯電話発の MS オーディオ対応機 C404S ありがとうございます。